山添拓君。日本共産党の山添拓です。参考人の皆さん、今日はありがとうございます。はじめに小峰参考人に伺います。今日賃金雇用の話もそれぞれ話がされてきました。直近では昨年は実質賃金が8ヶ月連続で前年を下回り、昨年の12月もプラス 0.1% ですから、物価高騰に追いつく様相ではないかと思います。でまたもう少し長期的に見ても、そもそも日本の賃金は四半世紀にわたって下がり続けてきて、 OECD の加盟国の中でも下から数えた方が早い、そういう賃金の上がらない国になってしまっている現実があるかと思います。で、非正規雇用の拡大や、格差と貧困が指摘され、先日党調査会に来られた参考人も、食料支援を利用する方が減らないと、こういう現場の話をされておりました。で一方で大企業が500兆円もの内部留保を抱える事態も生じています。このように賃金が上がらない国になっている背景や原因について、参考人のお考えをお聞かせください。小峰参考人。はい、ご質問ありがとうございます。これはなかなか難しい問題で、そこが分かればなんとかなるというので、そこがなかなか分からないので多くの人は苦労していると思うんですけれども、ちょっと私の考えはやや多くの人の考えと違うかもしれませんが、実質賃金、つまり実質的に我々が受ける賃金を増やすための道っていうのは、基本的には私は3つしかないというふうに思っていて、1つは生産性が上がること、つまり一人一人の生み出す、付加価値で生み出すものがより増えていけば、それは実質賃金の上昇に必ずつながるはずだという、生産性の上昇が重要だと。それから2番目は分配率ですね。分配、企業の取り分と労働者の取り分で、労働者の取り分が上がれば上がるほど、それは実質賃金は上がりますと。それから3番目は交易条件なんですけれども、これは輸入物価と輸出物価の比率なんですけれども、例えば産油国は自分たちが輸出している石油の値段が上がれば、自分たちは別に働かなくても実質賃金はどんどん上がっていくわけですね。ですから交易条件というのも重要だということですが、これ長い目で見た場合と現在の賃金とちょっと次元が違うんですけど、長い目で見ると私は基本的には企業の、企業じゃない、日本経済の成長力自身、つまり生産性が実質生産性、付加価値生産性が上がっていく力が衰えている。これは要するに成長戦略の問題になるんですけれども、基礎的な成長力が衰えてきたということが、基本的には実質賃金の低迷の背景になる。つまりこれは簡単な話で、我々が取り分を増やそうと思えば、誰かがその取り分を生み出さなければいけないということですから、みんなでその生み出す力を増やしていけば、取り分も増やしやすくなるということです。で、誰も生み出す力を増やさないで取り分だけ増やそうということは多分できない。これ分配率を上げればできるんですけども、分配率を上げ続けることはできないので、企業が儲けすぎだというので、それを賃金に回せということはできますけども、それは儲けすぎを解消したらそれで終わりになってしまうので、継続的に賃金が上がるためには、やはり基礎的な成長力が重要だと。それから公益条件の方は、これはなかなか日本の力でどうこうするわけにはいかないので、外的に与えられてしまうものだと、こういう整理をしております。山添拓君。ありがとうございます。久賀参考人に伺います。非正規雇用や雇用によらない働き方の下で、低賃金かつ不安定で先が見えない、そういう事態があるかと思います。で、今日は女性の就労環境の改善、安心して働き続けられる環境をという話をこれまでも何度かご紹介いただきました。やはり女性は非正規雇用が多く、また正規でも女性は賃金が低い、あるいは女性の多い保育や介護、ケア労働といわれるところで賃金が低い実態があります。で、こうした構造的な問題がその背景には大きくあるかと思います。今日は将来世代が明るい見通しを持てるようにということを言っていただいておりますが、この構造的な問題を解決する上で重要と考えておられる点についてご紹介いただければと思います。久賀参考人。
はい、ご質問ありがとうございます。構造的な問題としてはその改善傾向には全体的に向かっていると思います。特に2013年に成長戦略で女性の活躍というのが掲げられて以降、女性の職業生活に関する指標非正規雇用率はこの25から34歳の方は資料でも出しましたけれども下がっているとかで、これは結局就業継続ができて正規雇用の職に就きやすいとか、女性の活躍という流れの中で企業側なども正規雇用として女性の採用を積極化しているということです。で、正規雇用の男女の賃金の状況を見ても縮小傾向にはあるという改善傾向にはあると思います。で、何が一番問題なのかというとやっぱりその女性の非正規雇用率が高いので結局、全体で見た男女の賃金格差にもなりますし経済基盤という意味でも不安定になっていく。ですのでそのまずはその、出産子育てで離職したいという方ももちろんいらっしゃるんですけれども、そうではない女性が働き続けられる就業環境を整備していく。で、これが重要だと思います。で、今の若い世代の男性の就活の状況などを見てもやはり女性が働きやすい環境というのは男性も働きやすい環境である。で、そして新入社員の育休取得以降などを見ても2017年のデータで約8割の新入社員男性が育休を取得したいと答えている。一方で民間企業では最新値でも 14% しか取得できていない、こういう状況があるので、女性という言い方をすると分かりやすいので言っていますけれども、女性も男性も希望と働きたい形で働き安心して将来的に働き続けられる環境の整備としてまずはその出産とか育児で離職をしなくても済むような環境というのがすごく重要だと思っています。山添拓君。ありがとうございます。酒井参考人に伺います。先ほども少し話題に出ていましたが円滑な労働移動雇用の流動化またそれを通じて賃上げをという発想も政治の側の言葉の中には出てきているかと思うんですがこれはより高い賃金、より良い労働条件が提示される事業者があれば、労働者は移動していくものだろうと、むしろ終身雇用や年功賃金がその移動を阻んでいるという考えも背景にあるのかと思うんですね。で、一方で労働法制の規制緩和が続いて、すでに若い世代の半数、あるいは女性の半数が非正規雇用で、終身雇用でもなければ年功型賃金でもない状態があります。安定した仕事に就きたくてもそもそもそういう仕事はそうそうない、その下で賃金が上がらないという現状があると思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。酒井参考人。はい、ありがとうございます。私もですね、この円滑な労働移動ということが、最近しきりに言われるわけですけれども、単純にですね、労働移動だけすればいいわけではないというのはまさに問題意識として持っておりまして、その労働移動をしているだけならばですね、今のその非正規雇用の人たちがまさにその労働移動をしている。ただしこの人たちはスキルアップもしないし賃金も上がらないというのが実態なわけです。そういう労働移動ではなくて、おそらく政府が目指しているのはスキルアップしてですね、賃金も生産性も賃金も上がるんだというような、労働移動なわけです。しかしそれを実現するためにはいろいろときめ細かな対策が必要であろうということは、言えるわけですね。で、それがなかなか難しいんではないか、っていうのはそういうことは実現しないというふうに悲観的に思っているわけではなくて、たくさんの条件が必要になってくるであろうというふうに考えて、私もですね、先ほど例えばその企業側の協力も不可欠であろうし、個人自身がですね、キャリアアップ形成というものを主体的に考える必要というのも必要であろうというふうに申し上げた次第です。ただですね、一方で、もう一つ言えることはですね、例えば非正規雇用の人の中にですね、実はその非正規雇用のままで働いていきたい、あるいはそのフリーランスの人たちの一定割合はフリーランスとして働き続けたいというふうに考えている人もいるわけです。で、実は不思議なことにといいますか、その
現在の求職者支援制度、その正規雇用にを目指す人たちだけを対象としておりますので、逆にそこでですね、こういった制度の支援が行き届かない、フリーランスで、フリーランスとして働きたいんだけどスキルアップもしたいというような人にむしろその制度が届かないというようなことになっているということでですね、非常にこう難しい状況が生じているのかなというふうに思う次第です。まあ、要はフリーランスあるいは非正規雇用として働き続けたいと思う人もですね、あるいはその正規雇用にやはりなりたいんだ、だけど今なれないんだっていう人も含めてですね、そういったことに関わりなく支援が必要なんじゃないかなというふうに考えている次第です。山添拓君。ありがとうございます。今フリーランスのお話が出てきましたので伺いたいと思うんですが、政府の調査では462万人という数字が出されて、コロナの下でさらに大幅に増えたという調査もあるかと思います。フリーランスやギグワーカーがセーフティネットを含めてほとんど無権利状態にあるのは、それ自体は深刻な問題かと思います。ヨーロッパではギグワーカーを一部労働者であると認めるような判決が出されていたり、あるいはそのバイデン政権がギグワーカーの労働組合の結成を支援して待遇改善を図るとこういう方針を出したり、あるいは韓国ではギグワーカーにも雇用保険の適用を拡大する、こういう動きも報じられています。ギグワーカー、フリーランスなどもですね、そのセーフティネットを含めた保護法制の在り方についてすでに述べられているところもありますが、改めてご意見を伺えますでしょうか。酒井参考人。ギグワーカー、いわゆるそのフリーランス等に関してですね、セーフティーネットの提供の重要性というのは、ここのところ非常に言われているところなんですけれども、一つのあり方として、先ほどご指摘あった雇用保険の適用拡大という方向性はあり得るのかと思います。ただ、そこで、ちょっと私法律の専門家ではないので法技術的なことはわからないんですけれども、まずその失業認定といったもののでハードルが出てくる可能性があることに加えてですね、結局ですね、フリーランスというのも、非正規雇用と同じようにですね、先ほど私意見陳述の中でなんで非正規雇用が失業給付を受給しにくいのかということに関して適用されていないということ以外にも、例えば適用されたとしても結局被保険者期間といったものを条件を満たせずにですね、受給できないということが生じてくる。そういう意味では結局フリーランスに雇用保険を適用したとしても同じことが生じてくるんじゃないかということが、懸念として考えられるわけです。そうするとやっぱりそのフリーランスへのセーフティネットの提供というのも何かその社会保険の枠組みではないところ、保険料の拠出を条件としないような、そのセーフティネットの提供の仕方というのが重要になるんじゃないかと。そういう意味で私思い入れがあるから言うわけではないですけれども、求職者支援制度というのはそういう意味でポテンシャルが本当はあるんじゃないかというふうに考えているところなんですね。山添拓君。ありがとうございます。小峰参考人に伺いたいと思います。今日資料の中でも、バブルの中ではバブルと分からなかったと、それから不良債権についても当時認識は甘かったと、あるいは大成功と思われたアベノミクスの1年目は短期的なものだったというような、その渦中にあっては分からないことがあるんだということを、いくつか例を出してご紹介いただきました。今渦中にあって見えていないけれどもリスクと考えられうることは、この現在ですね、そういうことは何だとお考えでしょうか。小峰参考人。これもなかなか厳しいご質問だと思うんですが、私は財政赤字だと思います。財政赤字、今ほとんど国債発行のコストゼロなもんですから、いくら発行してもあまり債務としてたまらないということがあるんですが、一方でコロナにしても、国防費にしても、防衛費にしても、少子化対策にしても財政需要がどんどん出てくるという中で、赤字に対してやはり多くの人があまり危機感を持たなくなってきたっていうのはまさに、バブル的な、その渦中にあってはその危機がわからないという典型のように私には見えます。ですから10年後20年後の人が我々を評価したら同じ評価なんじゃないか、バブル的なところなんだけども分からなかったんだなというふうに言われるんじゃないかというのが私の懸念です。山添拓君。ありがとうございます。終わります。